さあ今日はレインボートラウトもう一度トライしてみようと思っております。ちょうど1年前の今頃午後6時に釣れた記録が残っておりました。参りました。楽しみです。今日は昨日と同じティティカスに来てます。なんと釣り人がいました。釣りましたよ。レインボートラウトです。やっと釣りました。よし、今日はここティティカスアウトレット、この川でなんとなんとこんなに大きなニジマスを釣りました。どうやって釣ったか分かりますか？今日はですね、最初フェザーテイルのビードヘッドでやってたんですけども、ちょっとね違うかなと思って、昨日の夕方かかったエアーズイヤーの、ニンフをですね出して、今回はなんとあのビードヘッドを外してですね、フローティングにして、そしてそのウェイトに 0.6g のウェイトをつけて、約これぐらい30センチぐらいですね、その幅を置いて釣りました。その釣った満足感というのはすごくありますね。長いことこのレインボートラウト、ニジマスは見てないです。そしてこの川、あれから去年釣れてからですね、おそらく27回ぐらいは来てます。でも坊主だったんですよね。でその坊主がこの1回のフィッシング釣り上げで、これで全てが解消しました。解消っていうのか、全てがもう報われたっていうことですよね。やっぱり釣りはいいですね。釣りはどうやって釣るか、魚をどうやって釣るか、それは諦めずに振る、そして釣れるまで釣る、これだけです。ビジネスもそうですよね。ビジネスは成功するまでやる。